オリ逆転勝ち。オリックスヤクルト2回戦、オリックスがヤクルト2球対3で勝利。オリ方長かった。打線がつながった強いオリックスが戻った。佐野が攻守でよかったわ。オリックス13塁ヤクルト12、3塁そりゃ4時間超えるわ。勝つなら長時間も我慢できる。ヤクルトやっと終わった。サイスニードがダメすぎた。風の根も出ないほどの敗北。ヤクルト先発サイスニード4回5失点。いつも3失点のサイスニード今日は5点取られたか。サイスニード打たれすぎだな。今日のサイスニードは球数多かった。ヤクルトリリーフ清水1回2失点。清水は金属疲労だな。清水1回4安打2失点でっかぶりに涙が止まらない。清水はしばらくのスローでもいいぐらいだよな。ヤクルトリリーフエスパーダ2回2失点。またエスパーダ界またぎさせて失点た。投手をぶっちぎり最低のエスパーダを1軍に置いておく意味とは。清水とエスパーダは2軍かな。オリックス先発アズマ5回2失点。アズマようやった。アップアップやったなアズマ。アズマ5回2失点なら偉いよ。オリックスリリーフ本田1回1失点。本田も登板多いしよくやってるよ。本田は故障しないでほしいよ。本田も疲れてるんちゃう。ヤクルト打撃成績、青木先生タイムリー。青木は3番だと熱いイメージ。3番青木大当たり。松本タイムリー。松本は普通にバッティングやな。これは正捕手松本。長岡タイムリー。長岡ナイス。長岡さん少しだけお面返上。オリックス打撃成績、太田タイムリー。太田さすが。本来は月通コースやから太田。西川スリーランホームラン。天才西川さん。西川が打つと勝つチームになってるな最近。足立タイムリー。足立大当たり。足立さん延命に成功。茶野タイムリー。茶野くんすごい。茶野掴んだかな。太田タイムリー。太田のいつものフェンス直撃よ。太田が打つのは分かっていた。太田タイムリー。太田3打点は立派やな。太田は3番ダッシュしたんじゃね。紅林タイムリー。紅林はフルヒッターっぽい。紅林は3番より5番タイプな気がする。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。